これ手作り？貧乏くさ。そんな嘲笑の言葉を投げつけ、息子嫁のミカさんはテーブルの上にあるケーキを眺めた。真っ白なスポンジケーキの上に豪快に鮮やかなイチゴが配置されている。今日は孫であるユナの小学校入学祝いとしてみんなが我が家に集まっていた。集まった家族分に切り分けられるようにイチゴの位置と個数を合わされており、切り分けた際には均一なショートケーキになるように計算されていた。貧乏くさいだなんて、ユナに喜んでもらえるように頑張って作ったのよ。私がそう言うと、ミカさんは露骨に嫌な顔をした。市販のケーキの方が美味しいに決まってるじゃないですか。幼いユナに変な気を使わせないでくださいよ。でもこのケーキは。ああ、もう気分が悪い。ミカさんがそう言うと同時に、テーブルの上に用意されたケーキを片腕全体を使って滑らせるように床に落としてしまう。瞬間、皿が割れる大きな音が響き渡った。数秒何が起きているのかわからなかった。なぜとかどうしてとか、ミカさんの行動の理由が理解できず、ただ呆然と立ち尽くす私。素人が作ったケーキなんて私食べたくないんで。私は思わず青ざめてしまった。待って、私は何も作ってないのよ。え？私の名前はのりっこ。私には正吾という一人息子がいる。正吾は結婚し、子供も授かったため、都会の隣県に息子の妻であるミカさんとその両親と同居していた。一人息子が嫁側の両親と同居というのは親として心配でもあったのだけど、ミカさんの両親はとても温かい人柄である。結婚のご挨拶で初めてミカさんの実家を訪れた際、私と夫の国男はミカさんの両親の家が都会的なセンスにあふれていたことにとても驚いた。家の中はシンプルで洗練された家具で統一されていた。人の声や動きによって稼働する最新家電などが取り入れられ、より都会的な雰囲気を醸し出していた。リビング、ダイニング、キッチンがすべて一体化しており、広々とした空間を作り出している。ミカさんの母であるサエコさんが人数分の紅茶が入ったカップをトレーに乗せて運んでくる。サエコさんがキッチンから歩いてくるだけの動きもなんだか洗練されているような気がしてしまった。ゆっくりとした動きでカップを準備するサエコさんに、私は家の内装がとても素晴らしいですと素直な気持ちを伝えた。サエコさんはとても自然に、全く嫌味のない笑顔で、そんなことないですよと自分の顔の前で手を振ってみせた。家が小さいから家の間取りを広く見えるように工夫しているだけですよ。部屋には大型家具がなく、備え付けの収納家具が壁際に備え付けられている。リビングに必要なものは上手に見えないように収納され、すっきりした印象になっている。リビングの隅にある小さな棚にデジタルフォトフレームが置いてある。写真が数秒ごとに変わる変わる映し出されていた。何気なく視界に入った時、白いコック服を着たサエコさんが数人の仲間と微笑んでいる写真が目に入った。私の視線に気づいたサエコさんは、昔パティシエをしてたものですからと控えめに言う。ミカさんは嬉しそうに、母の料理は最高なんですと自慢を始めたので、よっぽどサエコさんを慕っているのだなと私は感心した。サエコさんは常に微笑を絶やさず、彼女は不思議と周りに柔らかい空気をまとっている。都会的なセンスと温かく穏やかな人柄のサエコさんに私はとても好意を持っていた。正吾とミカさんは互いに仕事をとても大事に思っているらしく、同居している今はサエコさんが家事のほとんどを担っているらしい。
サイコさんが料理を作ってくれるなら、ショーゴは毎日おいしい食事をしているのだな、と嬉しく思う。本当はミカが旦那であるショーゴさんの料理を作るべきなんでしょうけど、あの子は料理が苦手で。何事にも得て不得てはありますから。すいません。私は料理は得意なんですけど、人に何か教えたりするのが少し苦手で。人に教えるのが苦手というサイコの告白に、私は少し意外に思えたが、妙な親近感を抱いた。私とは逆のタイプだ、と思う。随分と昔のことだけれど、私は若い頃に教員だった時期がある。だから人に何かを教えるということには多少の自信があるけれど、何かを教えられるほどの得意なことがあるわけではなかった。ケーキ作りという特殊な職業経験のあるサエコさんが、人に何かを教える機会があれば、それはとても魅力的に思えた。その後も、ショーゴとミカさんの間には大きな喧嘩もなく、順調な結婚生活を続けている。ショーゴとミカさんの間には、ユナという娘がいて、この素直で可愛い孫に、私も夫もメロメロだ。ユナは月に一度は遊びに来てくれ、私と夫によく懐いた。ユナの住む都会的な家とは異なり、私の家は広いだけが取り柄の古い家だ。定年を迎えた夫は、常日頃から家の周りを丁寧に草取りしたり、落ち葉などを掃除することを日課としていた。夫が若い頃はいろいろな木々を植えてあったこの庭も、今は手入れが大変という理由でいくつも木を伐採した。結果として庭は大きく広くなり、人工芝生などを植えたので見栄えも良くなったと私は満足している。しかし夫は庭の隅にある桜の木だけは決して手放そうとしなかった。近所に意地悪な親戚のおじさんがいて、会うたびに庭の桜を小馬鹿にするのだとか。桜の木を庭に植えると縁起が悪いって、そりゃもうしつこいくらいに言ってくるんだ。しかも桜切るバカ、梅切らぬバカなんて続けてくるし。桜の木が庭にあるのは縁起が悪い、しかし伐採することも悪いと。確かにいちいち人の家の庭に咲いた桜にどうこう言うのは失礼極まりないのだけれど、夫はさらにこうも続けた。でもいつも桜が咲く頃になると、あのおじさんはうちの桜をきれいだって言ってくれたな。もうずいぶんと前に亡くなってしまったけれど。広く美しい庭でユナが楽しそうに駆け回っているのを見ていると、私も夫も心から嬉しくなった。しかしふとした瞬間に、ミカさんだけが露骨に退屈そうな表情をしていた。毎回思いますけど、ここって本当に不便な場所ですよね。コンビニも少ないし。そうね、でも都内に比べたら静かでしょ。静かというか何もないってだけですね。ミカさんが肩を落としながら庭で走るユナを置いて家の中へと入っていく。彼女はもともと歯に衣着せぬ物言いが多いので、発言そのものは気にしていなかったけれど、ここまで露骨だとさすがに私も傷ついた。都会育ちのミカさんには田舎が合わないのかな。少し寂しく思っていると、ユナが私の袖を引っ張り、遊ぼうと言う。正午と私が逃げ回るユナを追いかけると、楽しそうな黄色い悲鳴が響き渡った。そのような両家にとって良好な関係を続けていたある日のこと、夕飯を終えて夫とテレビを見ていると電話が鳴った。サイコさんからの電話だ。もしもし、のりこさん、お電話大丈夫かしら。いつもの穏やかで優しい声、その電話越しにユナの甲高い笑い声が聞こえる。ショーゴが電話中だから静かにしててな、
と注意している声がかすかに聞こえ、私は思わず苦笑してしまった。サエ子さんは穏やかな声で、ユナの小学校の入学祝いとして両家でお食事でもいかがかしらと提案してくれた。私はすぐにいいわねと快諾し、そしてすぐに家の庭にある桜の木を思い浮かべた。もしよければうちで食事会をしませんか。庭にある桜の木がもうすぐ咲くでしょうし、満開になったらうちで花見をしませんか。電話越しの紗友子さんはそれは素敵ねと答えてくれる。すぐに話題は食事会での料理に関することになり、紗友子さんと私は一緒に料理を作ろうという流れになった。大きなケーキを焼いたら楽しいかもしれない。少々おこがましいかと思ったけれど、元パティシエの紗友子さんが一緒に台所に立ってくれるならこれほど心強いものはないだろう。ケーキとか作ったことないけれど挑戦してみたいって思うの。のりこさんがケーキを作るの？とっても素敵じゃない。サエ子さんが少し大きな声で返事をしてくれると、その背後でユナが、のりこばあばがケーキ作るの？とはしゃいでいる。楽しみ楽しみとユナが電話しているサエ子さんの周りを走り回っている様子がうかがえ、私は思わず笑みをこぼした。思い切って新しいことに挑戦してみようと思ってよかったな。ユナに喜んでもらえるよう、明日は本屋さんでケーキの本を買おうと心に決めるのだった。それから数週間後、桜の開花宣言が発表されると、都内では桜の名所に人があふれる映像がテレビで流れ始めた。ニュースの時間には桜の名所で人々が楽しそうに宴会する様子が映し出され、私と夫もユナの入学祝いとして家で花見をする日を楽しみにしていた。そして食事会の当日を迎えることとなる。夫は朝から部屋の掃除を丁寧に行っていた。今の壁にかかった古いモノクロの家族写真には、庭にある桜の木で撮ったのであろう夫の親戚一同が写っている。今日できたらみんなで写真撮れたらいいよな。私は夫の言葉に笑みを浮かべて肯定した。透き通るような青い空が広がっている。庭に咲いた満開の桜に数羽のメジロがぴょんぴょんと枝を楽しげに飛び移っている。風もなく太陽の光が心地よく、最高の花見日和だ。私の家には息子夫婦とその両親と孫も揃い、家の中はとても賑やかになった。約束していた通り、私は紗友子さんと一緒に台所に立ち、いくつかの料理を作った。彼女は私の家の広さと清潔さに感心し、台所の使いやすさを褒めてくれた。昔の台所って感じでしょ。部屋から離れていて、食後の団らんは蚊帳の外って感じが嫌なのよね。でもある意味で台所は職場じゃないですか。ダイニングキッチンだとくつろいでいる家族を眺めながら片付けとか、ちょっとイラッとします。上品な雰囲気の紗友子さんの口からイラッとしますなんて言葉が出て、私は思わず笑ってしまった。私から見れば彼女の家のあの洗練された都会的な家には勝てないわと思っていたけれど、お互いにないものねだりなのかもしれない。こんなに広い台所ならいろいろな種類の料理が作れそうね。そう言って紗友子さんと私はまるで女友達と話すみたいにはしゃぎ続けていた。大広間で宴会を始めるみんなに料理を運んでいると、ミカさんだけが退屈そうにジュースの入ったコップを眺めている。今回の料理は私と紗友子さんが担当するからと伝え、ミカさんにはゆっくりしてもらいたかったのだが、台所に戻りケーキが焼き上がるのをオーブンの前に立って待つことにした。紗友子さんは少し休憩するねと私を残して広間で談笑している。私がぼんやりとしていると、
ミカさんが突然台所にやってきて、テーブルの上に置いてある出来上がったケーキを見つめた。ミカさんは台所に並んだケーキを見るなり、不機嫌な表情をする。これ手作り？貧乏くさ。そんな嘲笑の言葉を投げつけ、ミカさんはテーブルの上にあるケーキを眺めた。真っ白なスポンジケーキの上に豪快に鮮やかなイチゴが配置されている。今日は詰まった家族分に切り分けられるようにイチゴの位置と個数は合わされており、切り分けた際の均一なショートケーキになるように計算されていた。貧乏くさいだなんてユナに喜んでもらえるように頑張って作ったのよ。私がそう言うとミカさんは露骨に嫌な顔をした。市販のケーキの方が美味しいに決まってるじゃないですか。幼いユナに変な気を使わせないでくださいよ。でもこのケーキは。あー、もう気分が悪い。ミカさんがそう言うと同時にテーブルの上に用意されたケーキを片腕全体を使って滑らせるように床に落としてしまう。瞬間、皿が割れる大きな音が響き渡った。数秒何が起きているのかわからなかった。なぜとかどうしてとか、ミカさんの行動の理由が理解できず、ただ呆然と立ち尽くす私。素人が作ったケーキなんて私食べたくないんで。待って、私は何も作ってないのよ。え？食器の割れる大きな音を聞きつけ、ショウゴとサイコさんが台所に顔を出した。サイコさんは床に落ちたケーキを見て、え？と声を上げて驚き、すぐにミカさんに対して、何をしているの？と厳しい表情で詰め寄る。するとミカさんは慌てた様子で困った顔を作り、自分の髪を撫で始めた。ナリコさんが出来上がったケーキを運ぼうとして落としただけよ。そんなミカさんの言い訳にサイコさんは私の方など一別すらしなかった。ただ黙ったままミカさんを見つめている。私は思わず両手に持った大学ノートと筆記用具を強く握りしめていた。サイコさんは私がケーキを運んで落としたのではないとすぐに分かっていたんだ。その上でどうしてミカさんが嘘をついているのか考えている。視線をそらそうとしないミカさんの強気な瞳を見つめ返すサエコさんの雰囲気は、いつもの穏やかで優しい印象とは違う。ノリコさんはケーキ作りを習いたいって、さっきまでずっと私が作るケーキを見学していたの。まだ完成じゃなかった。このケーキを運ぶわけがないわ。え？あのケーキってお母さんが作ったの？サエコさんは少し悲しい表情で小さくうなずく。絶句しているミカさんをよそにオーブンの音を鳴らし、ケーキが焼き上がりを知らせた。サエコさんが素早く私に指示し、オーブンを開けましょうと言った。私はゆっくりとオーブンからケーキを取り出す。甘い香りが充満し、台所全体に広がっていく。練習用にって思って焼いてたスポンジですけど、これを本番用にしましょうか。サイコさんは申し訳なさそうに言う。焼き上がったケーキが冷めるまでの間、サイコさんは黙って床に散らばったケーキ皿を片付けた。私もすぐに雑巾を用意して手伝うと、サイコさんは静かに涙を流していた。ミカさんは掃除もせず、気まずそうにその場に立ち尽くしている。ただ大広間に戻ることはせず、ただただ掃除を続ける私とサエコさんを見ていた。やがて掃除を終えたサエコさんは手を洗った後、ミカさんの前にまっすぐに向かい合った。わざとケーキを捨てたのよね。そのノリコさんの手作りかと勘違いしてて、お母さんが作ったって知ってたらこんなことは。のりこさんが作ったケーキだったら捨てていいってこと？サイコさんの口調は冷たかった。まるで詰問するように一切ミカさんから視線をそらさない。
やがてすべての言い訳も通用しないと悟ったミカさんは、私に向かって頭を下げて謝罪した。私は頭を下げるミカさんの肩を抱き、いいのよ、頭を上げて、と促すが、横にいたサエコさんも一緒に深々と頭を下げ出した。ノリコさん、本当にごめんなさい。サエコさんは頭を下げたまま、一緒に料理が作れて楽しかったという。そして私が昔パティシエをしていたという経歴もあり、ちょっと人よりケーキ作りが上手という理由だけで真面目にケーキ作りを学んでくれたことを感謝してくれた。見学している間、一生懸命にメモを取っていたことに触れ、私はと少し声を詰まらせながら話し出した。私はこんなに熱心な生徒の前でケーキ作りができてとても嬉しかったわ。サエコさん、ミカ、頭を上げなさい。サエコさんはミカさんの顔を大きく振りかぶってから頬を叩いた。まるで肌が弾けるみたいな音がして、ミカさんの頬は赤くなっていく。ミカ、あなたはこれまで何かをこんなにも頑張ったことがあるの？私もお母さんも何でもうまくできるタイプだったから。サエコさんは深くため息をつく。若い頃のサエコさんはパティシエとして忙しい毎日を過ごしており、幼いミカさんと過ごす時間が少なかったのだと語り出した。少ない時間の中でミカさんへの愛情を忘れなかったサエコさん夫婦は、家庭内で常に笑顔でいようと心がけていたそうだ。彼女が常に穏やかで優しい雰囲気を維持しているのは、もともとの性格ではなく、一緒にいる時間の少ないミカさんの前では穏やかな姿でいたいという願いから来たものだったのだ。だけど、そのせいで親として一生懸命に取り組んで努力している姿を見せてあげられなかったのも事実ね。幼い頃からミカさんは飽きっぽい性格で、習い事なども続かなかったらしい。その一方で、ミカさんは自分のことは棚にあげて、地道にコツコツと頑張るタイプの人を見下すような発言をしていたらしい。今まできちんとあなたを叱ったり怒ったりしなかった私にも問題はあるわ。ごめんね。サエコさんもパティシエとして働き、忙しい毎日で我が子に大切なことを教えてやれなかったことを悔いているようだ。頭を下げるサエコさんを見て動揺しているミカさんは、あたりをキョロキョロしながら、やがて私と目が合って視線を落とす。その視線の先に私が書いていたメモ帳が目に入ったのだろう。遠慮がちに、見せてもらえませんかと聞いてきたので手渡した。そのノートは今日のために用意したものではない。もともと物覚えが悪い私は、いろいろなことを教えてもらったり知ったりすると、すぐにメモを取るようにしている。料理や掃除だって、人よりそれほど得意ではない私は、なんとか得意な人のコツを学んで自分のものにしたいと願っていた。マス目の細かいノートにぎっしりと書き綴った内容を見つめるミカさんは、口を尖らせ、静かにノートを私に返してきた。のりこさんがこんなにも努力している人とは知りませんでした。私、今更ですけど、自分が恥ずかしいです。ミカさんにとって、サエコさんは自慢で理想の母親であったと語り出した。幼い頃からミカさんに優しく、家事だって何でもできて、努力をしなくても何でもできてしまうスーパーマンのように見えたのだ。でも本当は、サエコさんは誰よりも努力していたからこそ、努力をしている人を侮辱する行為を許せなかったのだ。やがて何事かと、夫が台所に顔を出した。私がどう説明しようと逡巡していると、すぐさまサエコさんが顛末を簡単に説明する。夫は静かにうなずき、そうですか、と少し考えた後、穏やかに微笑んだ。過ちで改めざる、これを過ちという。ミカさんにとって、こ
これからどうするべきなのかよく考えてみればいいではないですか。夫はもともと地元の大学で教鞭を取っていた人だからなのか、時々教師だった頃に喋り方が戻ってしまい、説教っぽい言い方になってしまう。それが私には少し面白くて思わず笑ってしまった。真面目に生きている人ほど失敗してしまった自分を受け入れがたくなるものだ。だけど失敗とは人生の通過点の一つ。そう割り切って考えると進むべき道や取るべき手段が見えてくるだろうと夫は話を締めくくった。やがてテーブルの上に置かれた焼きたてのスポンジ生地が冷めたことを確認した私は自分の手を軽く叩いた。夫の背後で恐る恐る様子を見ていたユナも不安そうに眺めている。大人同士が険悪な雰囲気を醸し出しているのをあの子は敏感に察知していたのだろう。いつもは明るいユナも物静かに夫の近くで自分のワンピースの袖を握っている。私はユナの前で腰をかがめ笑ってみせた。ねえユナ、サイコバーバとノリコバーバと一緒にケーキ作りしない？ケーキ？落としちゃったんじゃないの？練習用に作っていたスポンジがあるの。材料もまだ残っているし、みんなで一緒にクリームを塗ったりしましょうよ。私の提案にユナは弾けるような笑顔でうなずいた。顔を上げサイコさんの方に視線を向ける。私は目だけで彼女に一緒にお願いできますかと伝えると、彼女もその意思を受け取ったらしく目だけでうなずいた。ボウルに生クリームと砂糖を入れ、ボウルの底を氷水に当てながらミキサーで泡立てる。私がボウルを押さえながら、サイコさんがユナの手を支えてミキサーで混ぜていく。時間がないのでいくつかの工程は省き、出来上がったクリームをスポンジに塗り始めた。ユナは楽しそうにクリームをペタペタと塗っていく。その様子を私もサイコさん、そしてミカさんが黙って見つめていた。夫とショーゴは居間に戻り、二人でビールでも飲んでいるのだろう。時々男二人ののぶとい笑い声が聞こえる。やがてケーキが完成し、みんなで庭に出ることにした。家から少し離れた庭の隅に大きな桜の木がある。いつ頃から植えてある木なのか、もう誰も知らない桜の木。その桜の木の下にブルーシートを敷いて、みんなで美しい桜を見上げた。私は人数分に切り分けたケーキをみんなに配り、一緒に座り込む。とても綺麗ね。誰に言うわけでもなく、サイコさんがそうつぶやく。またこうしてみんなで一緒に食事ができたらとても楽しそうね。先ほどの出来事などもうなかったかのような雰囲気すら感じる。彼女の微笑みはきっといろいろな苦悩や苦労を抱えつつも、それを表に出さない強さがあるのだろう。私はそんなサイコさんのことを尊敬しつつ、ぜひやりたいですねとうなずいた。その後夫が提案してみんなで家族写真を撮ろうという流れになった。ユナを真ん中に置いてみんなが笑顔になっているその写真は私の家の壁に飾られることとなった。今回の騒動からしばらくは引きずっているのだろう。ミカさんは私に対して少し遠慮がちな態度を取るようになっていった。だけどミカさんはもともと明るく活発で物おじしない性格をしていたので、次第にいつも通りのはっきり物を言う性格に戻っていった。相変わらずこの家は何にもないですよね。たまの週末に家族で私の家に遊びに来ると文句を言いながら縁側で庭を眺めている。最近ではユナの小学校入学祝いに白い子犬を飼い始めたらしく、広い庭のある我が家に連れてきてはドクランのような使い方をしている。今度はうちにも遊びに来てください。狭いですけど、都内だからいっぱいおいしいケーキ屋とかあるんで
一緒に行きましょうよ。ミカさんが恥ずかしそうに私に言うと、子犬に向かって歩み出した。私はエプロンをつけて台所に向かう。台所ではサイコさんとユナが楽しそうにケーキ作りをしていた。最近ではサイコさんから本格的にケーキ作りを習い始めることにした。元パティシエという経験を生かし、今度は洋菓子教室を開こうという計画だ。サイコさんの要望もあり、広い台所のある我が家で教室を開くこととなった。そうなると私も彼女を補助するような立ち位置になるので、これからは共同経営者という関係になる。夫が定年を迎え、毎日が少し退屈に思えていた私にとって、全く新しい挑戦をすることになったので、自分でもとても驚いている。のりこさん、私たちってとても恵まれていると思わない？恵まれている？私は首をかしげた。翔吾くんから聞いたのだけど、のりこさんは昔教員をしていたのでしょう。元パティシエと元教師がタッグを組めば、最高の料理教室ができると思いません？私は苦笑してしまう。夫は定年まで教員を続けたが、私は翔吾を妊娠してからは退職して、ずっと専業主婦であった。もうすでに何年も自分が教員だったという事実など気にしたこともなかったけれど、この年齢になってからそのことを美徳のように言ってくれる人がいるのが嬉しかった。サイコ先生とノリコ先生に教えてもらえる教室があったら、きっとみんな大勢集まるよ。ユナが嬉しそうに私とサイコさんの手を取ってブンブンと振り回した。その後、私とサイコさんは我が家を使って料理教室を始めた。料理教室は順調に運営される一方で、私とサイコさんの関係も深まっていった。やがてプライベートな時間も一緒に過ごすようになり、お互いを深く理解するようになり始めた。困ったことがあれば助け合うような関係になり、二人の信頼関係は教室を通じて生徒たちにも伝染し、とても雰囲気のいい教室へとなっていくのでした。やがて私たちの料理教室は地域のイベントやテレビ番組にも取り上げられ、私とサイコさんは有名な料理教室の講師として活躍するようになる。私たちは料理を作る楽しさだけでなく、人とのつながりの大切さも教える存在へとなった。そして時は流れ、ある日私とサイコさんは気づく。料理教室が話題になり、生徒数が増えていけばいくほどに、教室の成長とともに私たちの関係も成長していっているということに。新しい挑戦をしてみましょうか、サイコさん。でも、もう私たちっていい年齢じゃない？どこまでいけるか見てみたいと思いません？きっと楽しいですよ。私の誘いにサイコさんは迷っていたけれど、最終的には快諾してくれた。私たちは今度共同でケーキ屋を開く。元パティシエと元教師というコンビが織りなす物語はまだまだ続いていく。七段飾りだなんて随分と豪勢なお雛様を選んだわね。土台を設置し終えて、ひな人形を一つ一つ乗せていく段階になり、私は改めてお父さんが買ってきたひな人形の大きさに感心した。これは母さんが選んだものだ。母さんって、え？しずえさん？母さんというのは私の本当のお母さんではなく、ママ母であるしずえさんのことだ。お父さんがお母さんの死からわずか2年で再婚したしずえさんのことを私はずっと苦手としていた。私は作業する手を一旦止めて深呼吸すると、箱の中の人形を一つ一つ取り出していった。ひときわ豪華な十二人への女びなを持ち上げると、上下左右を隅々まで眺め回して、やっぱりそういうことだったのね。とてつもなく恐ろしい秘密に気づいた私は、
メビナの首を思い切りへし折った。やめろ。せっかく母さんが選んでくれたのに、お前はなんてことしてくれるんだ。母さんに謝れ。お父さんは私を叱りつけるように言った。お前が昔から静江を嫌っていたことは俺も知っている。これまでにもすれ違いや誤解がいくつもあったからな。でもな、あいつが可愛い孫のためにせっかく選んでくれたひな人形まで壊すのは、さすがに度が過ぎているんじゃないのか？私はため息をつくと、首をへし折ったメビナを手に取り、それをお父さんの眼前に突きつけた。これ、見たの？これは、私の言わんとしていることがようやくお父さんにも伝わったらしい。これがあの女の正体よ。お父さんもわかったでしょ？なんということだ。現実を思い知らされたお父さんは、怒りでわなわな震え出した。私の名前は今川麻子、32歳の専業主婦。私には学生時代から苦手だと思っている人物がいる。私は高校生の時、本当のお母さんを病気で亡くした。それから2年後、私が専門学校に入って間もなく、お父さんからある女性を紹介された。お前の新しい母さんになる人だ。お父さんは私に一切の相談もなく、いきなり言った。しずえです。よろしくね、あさこちゃん。そう言ってしずえさんは、お父さんの隣で優しく微笑んだ。お母さんの死からそれほど時も経っていない。私は不満だったが、いくら反対したところで、お父さんは自分で決めたことを覆すような人間ではなかった。私は高校を卒業したら、家を出て一人暮らしをするつもりだった。自分でバイトして生活費を払う。お父さんには迷惑かけない。だからお願い。しかしそれを聞いたお父さんは、烈火のごとく怒って。生意気言うな。学生の本分は勉強だろう。学校はここからでも通えるんだ。わざわざ一人暮らしをする必要もない。と、私の主張に聞く耳を持たなかったほどだ。わかった。好きにしたら。お父さんの再婚の意志は固く、私は嫌おうなく受け入れるしかなかったのである。孝太郎さん、愛してる。しずえさんはまるで娘の私に見せつけるかのようにお父さんに抱きついた。私の苦手な人物とはまさにママ母であるしずえさんのことだった。学校に行っている時はまだいい。しかしそれ以外は一つ屋根の下でしずえさんと二人で過ごさなければならない状況に私は息苦しさを感じていた。しずえさんはお父さんがいる時は愛想よく笑顔を振りまいて私に接していたが、お父さんが仕事で不在の時は、私と目を合わせることもしない。しずえさん、今日は図書館でレポート書くから帰りは遅くなる。私が声をかけても、しずえさんは聞こえているのかいないのか、徹底して無視を決め込んだ。彼女の二面性に、私は薄気味悪さを感じた。ある日私が部屋で勉強をしていると、隣の部屋から大音量で音楽が流れてきた。驚いて隣を覗き込むと、しずえさんが普段は使っていないはずのラジカセを押し入れから引っ張り出してきて、音量を最大限にかけ流していたのである。ガンガン頭に鳴り響く大音量に、私は思わず両耳を塞いだ。音を小さくしてください。勉強に集中できません。あら、ごめんなさい。気がつかなくて。そうね。確かに近所迷惑だったわね。そう言ってしずえさんは悪びれる様子もなく不敵な笑みを浮かべてラジカセを止めた。また別の日には私が学校から帰宅すると化粧品の量が出かける前と比べて明らかに減っていることに気づいた。この家で私以外に化粧品を使う人間は一人しか考えられない。すぐにしずえさんを問い詰めると彼女はにやりと笑って、家族なんだし、別にいいでしょ？と、これまた悪びれることなく答えた。さらに別の日には、私がお母さんから高校の入学祝いに買ってもらった
お気に入りのワンピースをしずえさんが無断で着用して。どう？これなら私も10歳は若く見えるかしら。と、まるで私に見せつけるかのように言った。もう、いい加減にして！我慢の限界に達した私が怒りの声をぶつけると、しずえさんは反省する様子もなくこう言った。私の兄夫婦の子供が大学に合格したのよ。高校を卒業したらアパートを借りて一人暮らしするって言っていたわ。あなたはどう？一人暮らしに憧れたりしないの？しずえさんのこれまでの行動から考えて、私のためを思って言っているようには到底思えなかった。しずえさんは明らかに私をこの家から追い出したかったのだ。本音を言えば、私もしずえさんと同じ家に暮らしていることは不愉快でしかなかったが、それ以上にお父さんを家に残していくことが心配だった。唯一の肉親であるお父さんをしずえさんのような他人に任せるなんてしたくなかった。しずえさんの本性を知ったら、頑固なお父さんもきっと私の気持ちを理解して彼女を追い出してくれるだろう。かすかな期待を抱きつつ、私はお父さんに現状を訴えた。それは、本当なのか、しずえ。お父さんが戸惑いの表情で問い詰めると、しずえさんは大粒の涙をこぼしながら。ごめんなさい。はさこちゃんがどうしても私を母親として受け入れてくれないから、それが寂しかったんです。と、嫌がらせの原因がまるで私にあるかのようなことを言った。そうか。お前に寂しい思いばかりさせてすまなかったな。お父さんはしずえさんの大げさな芝居に簡単に騙されて、逆に彼女を気遣うような優しい言葉をかけた。ごめんなさい。もう二度と、あさこちゃんが嫌がるようなことはしません。しずえさんはお父さんの前でそう約束した。ところが、それからもしずえさんは私の化粧品を勝手に使ったり、私が就職の面接で着ていくはずのスーツを無断借用するなど、嫌がらせを繰り返した。たまりかねた私は、就職を機に実家を離れることにしたのである。しずえさんによる嫌がらせから解放された私は、ようやく人並みの平穏な日々を過ごせるようになったのだ。28歳の時、私は同じ職場で働く男性と結婚した。翌年私は妊娠を機に会社を辞め、実家から2時間ほどの距離にあるアパートに夫婦で移り住んだ。そして冬も終わりに近づいた頃、私は娘の凛を出産した。生まれたか。あ、そうか。女の子か。知らせを聞いたお父さんは会社を早退して一目散に病院に飛んできた。お父さんにとって待望の初孫だったこともあって、弾む気持ちはわからなくもないけれど。ちょっと、はしゃぎすぎじゃない？私は周りの視線が気になって、お父さんを小声で注意した。看護師がクスクス笑っていたが、興奮で周りが見えなくなっているお父さんは、そんなことなどお構いなしに。りんちゃーん、じいじだよー。と、夢中で孫に呼びかけている。せっかく女の子が生まれたんだし、この際おじいちゃんが奮発して、特大七段飾りのおひな様でも買っちゃおうかな。どうだ？いや、大きすぎるのはちょっと。遠慮しなくてもいいんだぞ。俺が買ってやりたいんだ。遠慮なんかしてないって。ただ七段飾りだと今のアパートじゃ部屋が狭すぎて置き場所がないって言ってるのよ。現実的な返答を聞いたお父さんは、そうか、それじゃあ仕方ないな。と、こっちが呆れるくらいわかりやすく落ち込んだ。それから1週間後、私は凛を抱いてお父さんが運転する車でアパートに帰宅した。車を降りるなり、お父さんは車のトランクを開けて、じゃじゃーん。人形専門店のロゴが入った箱を、これ見よがしに両手に掲げた。七段飾りのひな人形は難しかったが、お父さんは代わりに、神王飾りと呼ばれる
ガラスケースに、オビナとメビナが2体並んだ、シンプルなひな人形を買っていたのだ。そのうち引っ越したら、じいじがでっかいひな人形を買ってやるからな。そう言ってお父さんは、まだ言葉が理解できないリンに力強く約束した。お父さんと一緒についてきたしずえさんは、お父さんの前では終始にこやかだったが、お父さんが見ていない時には明らかに不機嫌そうだった。お父さんをデレデレにさせるリンを、この人は心よく思っていないのだろうか。まさか、生まれたばかりの子供に嫉妬するとも思えないけれど。しずえ、お前も朝子に渡したいものがあっただろ？お父さんに促されるとしずえさんは、そうでした。と満面の笑みを浮かべて、紙袋を私に手渡した。紙袋には、私もよく知っているベビー用品店のロゴが入っていた。ベビードレス。私からの出産祝いよ。お宮参りの時にでも着せてあげて。ありがとう、しずえさん。戸惑いと同時に感謝の気持ちが自然に口から飛び出した。リンに焼き餅を焼いているというのは、さすがに私の思い込みだったかもしれない。私は自分の浅はかな考えを反省した。お宮参りの日取りが決まって、私はベビードレスを水通ししようと紙袋から取り出した。まるで白い妖精のような可愛らしいドレスに、私は思わず頬が緩んでいたのだが、次の瞬間、私の指先にいきなり激痛が走った。いた、なにこれ。指先に視線を向けると、痛みを感じた箇所が赤く滲んでいた。突然の痛みに私は驚いたが、白いドレスに血がつかないよう移動させようと、もう片方の手で掴んだら、そこの指も同じような痛みを感じた。痛みの原因は、どうやらベビードレスに隠されていたらしい。ドレスを慎重に回しながら確認すると、何本もの待ち針が鋭い先端を向けていたのだ。手を洗い流して絆創膏を貼り終わると、しばらくして怒りがこみ上げてきた。考えるより先に私の手はスマホを掴んでいた。お父さん、ちょっといい？私の普段とは違う低い声にただならぬものを感じたのだろう。どうした？リンに何かあったのか？しずえさんからもらったベビードレスなんだけど。私はたった今起きた出来事をお父さんに説明した。本当か？それで、怪我は？事情を知ったお父さんは、私の怪我の具合を確かめると、すぐに電話の向こう側で、おい、しずえ、ちょっと来なさい！と、叱りつけるような声で、しずえさんを呼び出した。お父さんがベビードレスの待ち針の件を指摘すると、電話の声がしずえさんに変わった。ごめんなさい、あさこちゃん。怪我はなかった？しずえさんは涙で声を震わせながら謝った。幸い怪我は大したことありません。ですがこれはどういうことですか？ドレスに針を仕込むなんて危険じゃないですか。きっとお店の人の不手際ね。私の方から後でクレームを入れておくわ。と、しずえさんはわざとらしく語気を強めていった。悪いのは店側で、自分はあくまで被害者だと言いたいらしい。そういうことだ。今回の件は母さんに任せておきなさい。電話の声が再びお父さんに戻って、この件はあっけなく終わった。本当に店側の不手際だったのだろうか。お父さんは納得している様子だったが、私はしずえさんと過ごした日々を思い出して、彼女の言い分を鵜呑みにはできないと思った。しずえさんに対する不信感が再燃したことで、私はますます彼女と距離を置くようになったのである。それからあっという間に3年の月日が流れて、リンは3歳になった。私たち家族は夫が課長に昇進したこともあり、近くに土地を購入してマイホームを建てた。広い和室を見たお父さんは目の色を輝かせて。よし、このくらい広けりゃ七段飾りが置けるな。大きな独り言をつぶやいた。あの話、
まだ諦めてなかったんだ。お父さんの執念深さに驚き、私は思わず笑ってしまった。当たり前だろう。可愛い孫のためだ。じいじは何だってやる。どんなに高価なものだって惜しまないつもりだよ。お父さんの気持ちはありがたいけど、あなたはどう思う？隣でリンを抱っこしている夫に意見を求めた。いいんじゃないか？と、夫もお父さんの執念深さに圧倒されて苦笑いだ。それなら決まりだな。新築の家を見に来たはずなのに、お父さんは他の部屋を見ることも忘れて、喜び勇んで飛び出していった。ちっち、もう帰っちゃったの？少し寂しそうな表情で玄関を見つめるリンに、私は明るく微笑んだ。もうすぐひな祭りでしょ？じいじがね、リンのためにとびっきり大きなおひな様を買ってくれるんだって。ほんと？じいじすごーい！ああ、このセリフをお父さんが聞いたら、どれほど舞い上がったことか。目を輝かせて喜ぶリンの笑顔に、私はお父さんの喜ぶ顔を想像して、笑みが止まらなかった。それから3日後、お父さんは七段飾りのひな人形を友人から借りたというワンボックスカーに乗せて運んできた。私はひな人形は宅配で届くものと思っていたが、まさかお父さんが直接届けにやってくるとは思ってもみなかった。本当は業者に頼むつもりだったんだがな。リンの喜ぶ顔が見たくて、急遽俺が自分で運ぶことにしたんだ。じじいじ、かっこいい。孫にそんな風に言われて、お父さんの表情は終始崩れっぱなし。昔の厳しかった頑固親父は一体どこへ行ったのやら。大きな箱を開封すると、リンが再び、わーと感激の声を漏らした。するとお父さんに妙なスイッチが入ったようで。よし、飾り付けも俺に任せろと、声高々にやる気を見せた。そこまでしてくれなくていいよ。あとはこっちでやっておくから。俺がやると決めたんだ。お父さんの頑固な性格が妙なところで戻ってきた。本当に大丈夫？この前腰を痛めて整骨院に行ったって言ってなかった？俺を年寄り扱いするんじゃない。可愛い孫のためなら腰の一つや二つ。うお。気合とは裏腹に、お父さんは悲鳴を上げると、ゆっくりと両膝を畳につけながら腰をさすった。若くないんだし、あんまり無理しないでよね。お父さんの優しさに感謝しつつも、私は見ていられなくなり、思わず声をかけた。私も手伝うから、お父さんは椅子に座って下段をお願い。私は上段と中段をやるから、二人で手分けしてやりましょう。仕方ない。それで行こう。さすがの頑固親父も腰の痛みには勝てないらしく、不本意ながら納得してくれた。それにしても、随分と豪勢なものを選んだわね。土台を設置し終えて、ひな人形を一つ一つ乗せていく段階になり、私は改めてお父さんが買ってきたひな人形の大きさに感心した。これは、母さんが選んだものだ。母さんって、え？しずえさん？私の脳裏に不敵な笑みを浮かべるしずえさんの顔が浮かび、私の胸は激しくざわついた。しずえさんが純粋にリンを可愛がり、ひな人形を選んでくれたならそれでいい。しかし、過去にベビードレスの件があった以上、どうしても素直に受け入れられない自分がいるのだ。お前の複雑な気持ちもわからんではないが、あいつもようやく孫の可愛さに気づいたんだろう。お父さんはすっかりしずえさんを信頼しているようで、彼女を疑う私をなだめた。私は作業の手を一旦止めて深呼吸すると、箱の中の人形を一つ一つ取り出していった。ひときわ豪華な十二人絵のメビナを持ち上げ、上下左右を隅々まで眺め回していると。わー、綺麗なおひな様。はじめまして、今川凛です。
うっとりした表情のリンがメビナに手を伸ばそうとした。触っちゃダメ！私は慌てて娘の手を払いのけた。リンが喫強して泣き出しても、私の視線はメビナに釘付けだった。やっぱり、そういうことだったのね。とてつもなく恐ろしい秘密に気づいた私は、メビナの首を思い切りへし折った。おい、なんてことするんだ、やめろ！私の予想外の動きに驚いたお父さんが慌てて止めようとする。それでも私は手を止めず、他の人形の首も一つ一つへし折っていった。やめろ！せっかく母さんが選んでくれたのに、お前はなんてことしてくれるんだ！母さんに申し訳ないと思わないのか？母さんに謝れ！お父さんは椅子から転げ落ちてまで、私の手から人形を奪い取ろうとした。腰に痛みを感じたらしく、苦悶の表情を浮かべたお父さんに、私は手を差し伸べた。触るな！お前の助けなどいらん！お父さんは私を敵視するように、私の手を強い力で払いのけた。お前が昔から静江を嫌っていたことは俺も知ってる。これまでにもすれ違いや誤解がいくつもあったからな。でもな、あいつが可愛い凛のためにせっかく選んでくれたひな人形まで壊すのは、さすがに度が過ぎているんじゃないのか？私はため息をつくと、最初に首をへし折ったメビナを手に取り、それをお父さんの眼前に突きつけた。これ、見たの？お父さんは怪訝そうな顔で私からメビナを受け取った。綺麗なお雛様じゃないか。これがどうかしたのか？首のところをよく見て。私は叱りつけるようにお父さんに言った。首のところ。これは。私の言わんとしていることが、ようやくお父さんにも伝わったらしい。折れたメビナの首からは、鋭く光る針の先端がいくつも突き出していたのだ。これが静江さんの正体よ。お父さんもわかったでしょ？なんということだ。現実を思い知らされたお父さんは、怒りでわなわなと震え出した。今すぐ、あいつに電話をかけろ。お父さんは意外なほど落ち着いた声で私に指示した。私はスマホを取り出すと、今頃はこちらの不幸を期待して笑っているであろう静江さんの顔を思い浮かべながら、彼女に電話をかけた。朝子ちゃん、どうしたの？急に。静江さんの声が聞こえたタイミングで、お父さんが私の肩をポンと叩いた。俺にもあいつの声を聞かせろ、という意思表示だ。私は言われるがまま通話の声をスピーカーモードに切り替えた。静江さん、七段飾りのひな人形、どうもありがとう。先ほど無事に届きました。私は自分でも驚くほど冷静に礼を述べた。あら、もう届いたの？意外と早かったのね。ええ、配達してくださったドライバーさんが私も呆れてしまうくらい情熱的な方だったものですから。それはよかったわ。後で業者さんにも私からお礼を言っておくわ。静江さんはこちらがまだ何も気づいていないと思っているのか、電話の向こうで高笑いしている。それでですね、一つお尋ねしたいことがあるのですが。無駄に話を長引かせるつもりがなかった私は、早速本題を切り出した。ひな人形に仕込まれていた針について、どのような意図があったのかお聞きしたいのですが。針？何のことかしら？とぼけても無駄です。以前ベビードレスをいただいた時にも同じようなことがありましたね。あの時もお待ち針が仕込まれていて、私は指に軽い怪我を負いました。そんな昔のこと覚えてないわ。過去を振り返ることもなく即答できるのは、逆に自覚があるという何よりの証拠だ。あの時、静江さんはベビードレスを売った店側の責任だとおっしゃって、泣きながら私に謝罪しましたよね。だったら、今回も同じように店側の不手際なんじゃないの？静江さんは自分はあくまで針について関与していないとばかりに白を切った。その声は面白そうに笑っていた。二階とも別のお店ですよ。そんな都合よく店側が針を仕込んだりしますか？
だって、実際針が仕込まれていたわけでしょ？だったら店側の嫌がらせに決まってるじゃない。はぁ、世の中って本当に怖いわね。怖いのは世の中ではなく、あなたですよ。私は怒鳴りたい気持ちを必死でこらえながら、静かに言い返した。静江さん、先ほどからおかしそうに笑っていますね。声の端々にあなたの喜ぶ顔が想像できてしまいます。私が怪我をしたり、凛が悲しんだりすることがそんなに愉快ですか？答えてください、静江さん。電話の向こうでしばらく沈黙が流れて、それから静江さんは開き直ったように。ええ、その通りよ。あんたたちが不幸になればいいって、ずーっと前から思ってたわ。とついに本当の気持ちを自らの言葉で打ち明けた。あんたたちが痛い思いをすればいい。辛い思いをすればいい。どんどん不幸になればいい。それを遠くから眺めて楽しむことが私の生きがい。私はそこまで嫌われていたんですね。こんな女に嫌われたところで悲しくも何ともないはずなのに、なぜか不思議と涙がこぼれた。そうね。大嫌いだった。静江さんは最大限に声を張り上げて言い放ち、その甲高い声に私は思わずスマホを耳から遠ざけた。それじゃ、お父さんのことも。は？そんなわけないでしょ？静江さんは急に怒鳴りつけるように否定した。光太郎さんのことは好きよ。むしろあなたよりも、私の方が昔からずーっと何倍も何十倍も彼のことを愛してるわ。私はね、学生の時から光太郎さんをいつも見てきたの。通っている高校は別だったけど、毎朝バス停で光太郎さんのことを見つめていたの。私にとって光太郎さんは、初めて心の底から好きになった人。いつかこの人と結婚して、この人の奥さんとして一生支えていくんだ。そう決めていたのに。昔の記憶が蘇ったのか、静江さんの声が次第に震え出した。光太郎さんは私じゃない。別の女と付き合い出した。あなたの実の母親とね。私にはそれがどうしても許せなかったのよ。あなたの一方的な思いでしょ？お母さんは何も悪くない。お母さんを悪く言われた私は、込み上げてくる怒りを抑えられなかった。悪いわよ。たまたま光太郎さんと同じ学校、同じクラスだったというだけで、いつも彼とベタベタしちゃって。毎朝それを見せられる私の気持ちがわかる？社会人になって、光太郎さんがあんたのお母さんと結婚したと聞いたときはショックだったわ。私は探偵を雇って、この夫婦の住所を突き止め、隣に引っ越したのよ。それなのに光太郎さんは、私の顔を見ても思い出してくれなかった。毎朝バス停で顔を合わせていたのに、夫婦揃って私に、はじめましてって挨拶したのよ。静江さんの思い込みの激しさに恐怖を感じた私は、しばらく反論することも忘れていた。いつも夫婦仲良く散歩したり、車でお出かけするのを私は見ていられなかった。小太郎さんはあの女に騙されていたのね。かわいそう。だから私は、あの女が早く家から出て行きたくなるように、郵便ポストに虫を入れたり、小太郎さんが会社に出た後、生ゴミを玄関先に投げ込んだりしてやったわ。それを聞いて、私は幼稚園の頃の記憶を思い出していた。玄関先でカラスにつつかれた生ゴミが散らばっていて、私もお母さんと一緒にそれを片付けたことがあった。あの時の犯人は、あなただったの？私は震える声を絞り出すように言った。それなのにあの女、どうしても光太郎さんと離れてくれなかった。本当にしぶとい性格してたわよね。幸い、若くしてあの世に旅立ってくれたおかげで、私はようやく光太郎さんを自分のものにすることができたんだけど。と、静江さんは高笑いしながら言った。なのに、それだけじゃなかった。あの女がいなくなっても、あんたがいた。その上、さらに孫まで産んじゃってさ。笑っていたかと思えば、今度は憎しみのこもった泣き声に変わった。私はただ、光太郎さんに私だけを見ていて欲しかった。それだけなのに。あんたたちが、いつもいつも私を邪魔した。さすが性悪女の娘ね。だから、針を仕込んだの。
そうよ。とにかくあんたたち、光太郎さんから離れてくれればそれでよかったのよ。今回もそう。もしもひな人形の針であんたやリンが怪我でもしたら、きっとあんたたちは光太郎さんを嫌って二度と寄りつかなくなる。それを期待したのよ。しずえさんの恐ろしい計画を聞いて、私はたまらずスマホを切りたくなった。すると、それまで黙って話を聞いていたお父さんが、私の手からスマホを受け取った。俺は、お前を軽蔑する。光太郎さん、どうして?いるはずのないお父さんの声が聞こえたことで、しずえさんはひどく動揺している。業者に頼むより自分で届けたかったんだ。そんなことはどうでもいい。とにかく、お前の本心が聞けてよかったよ。これまでにも、そうやって俺の知らないところで娘たちに辛く当たっていたんだな。今回もバレないと思ってやったんだろう。はさかな。違うのよ。これは、あなた、私はただあなたを愛して。離婚だ。それ以外の選択肢はありえない。お父さんに最後通告を突きつけられた静江さんは、頭が真っ白になったのか、返す言葉も忘れて電話を切ってしまった。それから2時間後、家の前に1台のタクシーが止まると、いきなり玄関のドアが激しく打ち鳴らされた。おい、ドアを開けろ!いるんだろ、あさこ!怒り狂った静江さんは、なりふり構わず、感情をドアに叩きつける。小窓から玄関の様子を伺うと、静江さんは顔を鬼のように真っ赤に染めていた。あんたさえいなければ、光太郎さんは私のものだったのに、返せ!私から奪った光太郎さんを返せ!ママ、怖い!リンが恐怖におののいて泣き出した。俺に任せろ。お父さんはこれ以上我慢できないと言わんばかりに玄関のドアを開け放った。俺はもう二度とお前の顔を見たくない。後日改めて離婚届を送る。ここはお前の来る場所じゃない。今すぐ帰れ。待って、お願い、許して。私はあなたを愛してるの。私を捨てないで。近所迷惑だ。おい、朝子、今すぐ警察を呼ぶんだ。お父さんに言われるまま、私はすぐに110番通報した。それから10分足らずで警官が駆けつけた。話しなさいよ。あんたたちには関係ない。これは夫婦の問題よ。愛する人と無理やり引き離すなんて、そんな権利あんたたちにある？そう言って静江さんは激しく抵抗していたが、いい加減にしろ。まだ恥の上塗りをする気か。というお父さんの一喝に反論する気力を奪われ、最後にはおとなしく連行されていった。怖かったね。もう大丈夫だよ。私にしがみついて泣きじゃくるリンを、私は力いっぱい抱きしめた。その後、お父さんは弁護士を雇い、しずえさんとの離婚に向けて動き出した。暴走したしずえさんは何をしでかすかわからない。お父さんの身を案じた私は、夫と相談して、事態が落ち着くまで、しばらくうちに泊まってもらうことにした。私は絶対に光太郎さんと別れないから。しずえさんは何度もうちへ怒鳴り込んできては、その度に警察に連れて行かれた。しかし弁護士を雇う費用もなかったため、しずえさんはお父さんの要求を一方的に受け入れるしかなかったのである。さらにお父さんはしずえさんの予期せぬ行動に危機感を抱き、今後は二度と近づかないと接近禁止を求めた。それから間もなく、しずえさんの兄がやってきた。ご迷惑をおかけしました。しずえさんの兄は深々と頭を下げて謝罪すると、今後は家族総出でしずえさんを徹底監視することを約束してくれた。それからは、しずえさんが私たちの前に現れることは二度となかったのである。すまなかったな、あさこ。お父さんは悲しそうに頭を下げた。リンが無事だったんだし、別にいいよ。それより、私の方こそ、お父さんにありがとうだよ。私やリンを守ってくれて。私がそう言うと、お父さんは照れくさそうに、そうかと笑った。それから月日が流れて、
リンは小学1年生になった。ジージはこっちのぬいぐるみの方が可愛いと思うぞ。やだ、私はこれがいい。そうか。それじゃあジージが取ってやろう。そう言ってお父さんは、おぼつかない手つきでクレーンゲームのレバーを操作している。しずえの剣があったからか、それとも単純に年を取ったせいか、お父さんはこの頃性格が丸くなったような気がする。昔のように自分の要求をご利用ししたり、周りの意見を頭ごなしに否定することもなくなった。ああ、しまった。もう、じいじ下手くそ。今では孫にすっかりデレデレの気の優しいおじいちゃんだ。